岸田首相。ネット上で不当な差別や偏見が横行している。断固立ち向かうと宣言、がネットで話題。内容はこちら。岸田首相の共生社会と人権に関するシンポジウムへのビデオメッセージが物議を醸しているようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。皆さん、こんにちは。内閣総理大臣の岸田文雄です。共生社会と人権に関するシンポジウムの開催にあたり、一言ご挨拶申し上げます。平成27年に国連で採択された持続可能な開発目標 SDGs では、誰一人取り残さないとの理念のもと、17の目標が掲げられています。政府における SDGs の達成に向けた取り組みの一つでもある共生社会の実現は、我々の果たすべき重要な使命です。しかし、残念ながら、我が国においては、雇用や入居などの場面やインターネット上において、外国人、障害のある人、アイヌの人々、性的マイノリティの人々などが、不当な差別を受ける事案を耳にすることも少なくありません。マイノリティの方々に対して、不当な差別的取り扱いを行ったり、不当な差別的言動を行ったりすることは、当然、許されるものではありません。また、近年、外国にルーツを有する人々が、特定の民族や国籍等に属していることを理由として、不当な差別的言動を受ける事案や、偏見等により、放火や名誉毀損等の犯罪被害にまで遭う事案が発生しており、次は自分が被害に遭うのではないか、と、日々、恐怖を感じながら生活することを余儀なくされている方々もおられます。国会でも繰り返し申し上げてきた通り、特定の民族や国籍の人々を排斥する趣旨の不当な差別的言動、まして、そのような動機で行われる暴力や犯罪は、いかなる社会においても決してあってはなりません。我が国は、法の支配や基本的人権の尊重といった普遍的価値を重視し、国際社会と共有してまいりました。我々が目指すべきは、すべての人が安全、安心に暮らすことができる人間の尊厳が守られた世界であって、これを脅かすことにつながる不当な差別や偏見に対しては、内閣総理大臣として断固立ち向かってまいります。岸田首相、日本人への被害は無視ですか？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。いやいやお前草。アホかこいつは。日本人と日本国民が被害受けてんねんやぞ。日本国民守る気がないならさっさと消えんかい。真っ当な日本人が一番差別受けているんだよな。差別反対とプロフィールに書いてあるアカウントのくせに、自分と違う属性への差別と偏見の塊だったりするんだよな。不当な差別。正当な区別だよ。イラつくわ。まず、不当な差別を定義してください。ここに来て意味不の人権宣言。立ち向かう方向が間違ってますよ。もう嫌になりますよね。次はこちら。言うほど不当か？アイヌ文化は尊重するけど、今は利権絡みだし、LGBT も G7 でどこもやってないのに、フミオッチのゴリ押し。LGBT 法案を強引に通すくらいだから知ってたわ。弟が外国人労働者の就労支援をやってる会社を経営してんだっけ？移民政策に関しては、岸田は期待できないな。強制を強制するのよ。帰化も入国も引き締めろや。他にやることがあるだろう。思考が頼ってる。利権に救う活動家連中には何も言わないんですね。次はこちら。そんなのより、先に川口市の悲痛な訴えに対応してやれよ。先に住んでいた日本人が、後から住み着いた外国人による犯罪で被害を受けている話はどうしますかい？外国人が捕まってもすぐ釈放されて、また好き放題してるのなんとかして。外人グループ怖すぎ。不当に優遇されてる人たちにも、断固とした処置を取ってほしいものです。要するに、こいつはクルドをどんどん入国させるつもりです、ってことかな。川口に住んでから言え。岸田政権による外国人優遇政策にはもううんざりですよ。最後はこちら。またマスコミの言いなりに動くんか。すっからかんのデク人形。
目線を見ろ、棒読みしてる。操り人形の首相が国を壊しにかかる恐ろしい日本。 AI と言われても違和感がないレベル。一刻も早くこいつなんとかしないと。こんなのに緊急事態法案成立させたらえらいことになりそうだ。隙あらば増税と国民いじめ。こいつの顔見るたびにアドレナリンとテストステロンが爆上がりするわ。顔も見たくない。相変わらず岸田首相嫌われてますね。結論、岸田首相の共生社会と人権に関するシンポジウムへのビデオメッセージを見ましたが、事前に用意された文章をただ棒読みしているだけで、自分の意思で発言しているとは到底見えません。おそらくアメリカの操り人形と化しているのでしょう。しかし岸田首相の今回の発言を鑑みると、どう考えても頼っていますよね。一国の総理大臣がこんな思想でいいのでしょうか。もっと日本人に目を向けてほしいものです。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。